これまで J リーグの歴史の中では、数多くの大物外国人選手たちがプレーしましたが、中には輝かしい経歴や能力があるにもかかわらず、J では全く活躍できずに終わってしまった選手たちがいます。皆さんこんにちは。今回は、J リーグに来た大物外国人選手の中で、期待外れに終わってしまった選手たちのエピソードを解説していきます。このチャンネルでは、J リーグや日本人選手を中心としたサッカー界の事件、歴史解説、検証動画を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。イングランド出身のゲイリー・リネカーは、1974年に地元のレスターシティに加入すると、1978年にはトップチームに昇格。徐々に頭角を現していき、84-85 シーズンはトップリーグで24得点を挙げ、得点王を獲得。エバートンに移籍した翌85-86シーズンは、さらに得点を重ね、2シーズン連続の得点王に輝く活躍を見せました。この活躍が認められ、翌シーズンにはスペイン、バルセロナに移籍。バルセロナでは3シーズンを過ごし、103試合で42ゴールを挙げる活躍を見せ、その後はトッテナムに移籍し、イングランドで3度目となる得点王を獲得していました。また、1984年からは、イングランド代表に招集されるようになり、1986年のメキシコワールドカップでは、グループリーグのポーランド戦でハットトリックを達成するなど、6得点を挙げ、大会得点王となりました。そんな輝かしい経歴を持つリネカーでしたが、1992年、翌年に自国初のプロサッカーリーグである J リーグの発足を控えた日本の名古屋グランパスに移籍。J リーグは発足時の戦略として、各国のビッグネームをリーグに呼び寄せようとしており、リーグ側が大物選手たちに声をかけ、参入クラブに紹介する手法をとっていました。そんな中、輝かしい経歴を引っ提げて名古屋に加入したリネカーは、まだ33歳であり、前年もイングランド一部で28得点を挙げていたため、大きな注目と期待が寄せられていました。リネカーは、1993年の J リーグ開幕前に行われたプレシーズンマッチ、ラツィオ戦でも決勝ゴールを決め、次のグレミオ戦でも連続ゴールを決めるなど活躍。期待はさらに高まっていきました。そして迎えた J リーグ開幕。鹿島アントラーズと対戦した名古屋でしたが、結果は0対5の大敗。同じく大物助っ人外国人として注目されていたジーコが、ハットトリックを決めた一方、リネカーは得点を奪うことができませんでした。リネカーは、5月には J リーグで初ゴールを決めたものの、怪我の影響で、出場は7試合にとどまり、結局93年は、この1ゴールのみに終わりました。怪我がちとなったリネカーは、翌1994年も、ファーストステージでほとんど試合に出場せず、怪我から復帰したセカンドステージからは、シーズン途中に加入したストイコビッチとの連携が期待されたものの、リネカーは慢性的に怪我を抱え、出場時間は伸びず、共にプレーできたのはわずか4試合。セカンドステージでは3ゴールを挙げたものの、稼働率は悪く、ベストコンディションからは程遠い状態が長かったため、チームに大きく貢献したとは言えない結果に終わってしまいました。結局、リネカーはこのシーズンをもって現役から引退。J リーグでは期待に応えることができずに終わってしまいました。1994年に母国スウェーデンのハルムスタッドでプロキャリアをスタートさせたユングベリは、1998年には当時のスウェーデン人史上最高額の300万ポンドの移籍金でイングランドプレミアリーグのアーセナルへ移籍。デビュー戦となったマンチェスターユナイテッド戦でゴールを決めるなど活躍し、2001年、2002年の FA カップでは2年連続で決勝戦で得点を決めるなど活躍。01-02 シーズンは、この FA カップとリーグの2冠に貢献しました。03-04 シーズンは、ティエリー・アンリ、デニス・ベルカンプ、パトリック・ビエラらと共に主力として活躍し、プレミアリーグ無敗優勝に貢献。また、スウェーデン代表として、ワールドカップやユーロなどの大舞台でも活躍し、ドイツワールドカップ、ヨーロッパ予選では、ズラタン・イブラヒモビッチ、ヘンリク・ラーションと共に、多くのゴールを生み出しました。
そんなユングベリは34歳となった2011年の8月 J リーグ清水エスパルスに移籍。清水はこの年選手の放出が相次ぎチーム刷新の渦中にあり、ユングベリには期待が寄せられましたが、シーズン後半戦の8試合に出場し無得点。期待されていた活躍をすることはできませんでした。それでも清水側は翌シーズン以降もユングベリに期待し、2012シーズンは背番号を21から9に変更することを発表しており、チームに残るものと思われていました。しかし2012年2月清水は突如ユングベリとの契約解除を発表。ユングベリは ACL の出場権を得れなかったことやクラブとのビジョンの違いを理由に日本に留まることを嫌い、クラブを退団することになったのです。この発表に日本のサッカーファンからは J リーグを舐めていると辛辣な意見が殺到。清水のサポーターもうまいけど稼働率が低すぎた、これで若手の出場機会が増えると退団を惜しむ声は少なく、ユングベリの日本でのキャリアは失敗に終わってしまいました。ドイツ出身のトルコ人イルハンはドイツの複数のユースチームを渡り歩いた後、母国トルコでプロサッカー選手を目指し、1995年に現地レルビルリーに加入。ここではチームに馴染めず、怪我の影響もありすぐ退団することになりましたが、1997年にはトルコ2部のクシャダススポルへ、1999年にはトルコ一部であるシュペルリグのサムスンスポルへ移籍し活躍すると、ウェファチャンピオンズリーグでもおなじみのベシクタシュへ移籍。01-02シーズンにはトルコシュペルリグで21得点を挙げ、得点王に輝く活躍を見せました。そんなイルハンはトルコ代表として2002年の日韓ワールドカップに出場。準々決勝のセネガル戦では決勝点となるゴールデンゴールを決めるなど、3得点を挙げる活躍を見せ、トルコ代表史上最高成績となるワールドカップベスト4に貢献しました。またワールドカップ開催国であった日本でもその容姿からイルハン王子と呼ばれ、女性を中心に人気を獲得し、そのブームも後押ししてか2004年には J リーグヴィッセル神戸に移籍が決定します。神戸は5億円の移籍金を支払いイルハンを獲得し、大きな期待を寄せていましたが、その期待は儚くも裏切られることになります。イルハンは J リーグデビュー2試合目の第2節アルビレックス新潟戦で右膝の痛みを訴え戦線を離脱。イタリアで半月板の手術を受けるとリハビリを終えた6月に再来日しました。6月の横浜 F マリノス戦で復帰を果たしたものの、数日後には右膝の痛みが再発。この際クラブに無断でドイツに帰国し、混乱を生むとクラブは再来日を促しますが、イルハンは応じず、結局およそ1ヶ月後の8月初旬にイルハンの退団が正式に発表される事態となりました。イルハンは翌年にはドイツブンデスリーガのヘルタベルリン加入した後、母国であるトルコでプレーを続けていましたが、2006年に現役を引退。短いサッカー人生に幕を閉じました。1997年に母国ウルグアイのインデペンディエンテでプロキャリアをスタートさせたディエゴ・フォルランは、2001年には23ゴールを挙げると、翌年2月、イングランドの名門、マンチェスター・ユナイテッドに移籍。2年半で95試合に出場し、17得点を挙げます。04-05シーズン以降は、活躍の場をスペインへ移し、ビジャレアルへ移籍。移籍初年度となるこのシーズンは25得点を挙げ、チームをチャンピオンズリーグに導く、リーグ3位に貢献、さらにはリーグ得点王も獲得しました。07-08シーズンからは、アトレティコ・マドリードに移籍すると、08-09シーズンに32ゴールを挙げて、スペインで2度目の得点王を獲得。その後はイタリアのインテル、ブラジルのインテルナシオナルと、各国の有力クラブを渡り歩いていました。またウルグアイ代表として出場した2010年の南アフリカワールドカップではチーム最多の5得点を挙げて大会得点王を獲得し、ウルグアイの40年ぶりとなるベスト4進出に貢献しました。そして2014年には前年リーグ4位となり、この年は ACL にも挑むことが決まっていた J リーグ
セレッソ大阪への加入が発表されます。リーがワールドカップで得点王を獲得したフォルランの獲得にサポーターからは大きな期待が寄せられましたが、シーズンが開幕するとチームともども低迷することになってしまいます。フォルランはワールドカップによるリーグ戦中断前までの13試合に出場し、さすがのシュートセンスを見せつけ6得点を挙げましたが、チームの成績は思うように上向かず、セレッソはシーズン中に2度にわたる監督交代を敢行。定まらないチームの方針にフォルランはなかなか本領を発揮することができませんでした。さらに2度目の監督交代の際、大隈裕治が監督に就任すると、フォルランは先発で起用される機会も減り、最終盤ではベンチ外となることも増えてしまい、屈辱を味わいました。初タイトルを目指していたはずのセレッソは結局、降格が決まってしまい、翌2015年を J2 で戦うことになったため、フォルランは当初、他国への移籍を画策しましたが実現せず、セレッソに残留。2015年の J2 では前半戦で10得点を挙げて得点ランキングのトップを走る活躍を見せていましたが、契約期間が終了したシーズン途中の7月にセレッソはフォルランとの契約を延長しないことを発表し、フォルランは退団。高額な年俸や過去の経歴からすると期待通りの結果を残すことはできませんでしたが、チームの計算外の低迷や迷走と運悪く重なってしまったことも事実でした。いかがだったでしょうか。今回は期待外れに終わった J リーグの大物外国人選手について解説していきました。このチャンネルでは J リーグや日本人選手を中心としたサッカー界の事件、歴史解説、検証動画を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。